福岡の天ぷらですごく人気のあるお店で天ぷら平尾で食事をしてみたいなと思いまして今回は天神アクロス福岡店で食べてみることにしましたこの天神アクロス福岡店なんですけれども地下鉄の天神駅から歩いてそのまま地下から通ってアクセスできるのですごく便利でしたお店の雰囲気このような感じになっています お店に入るとすぐ券売機ありましたので券売機で先に食券を買っておくんですけれどもメニューは券売機のすぐ上のところにありました待ってる時なんですけれどもこんな感じで椅子がありましたので座って待つことができました店内ですけれども一人ずつ座ってこうカウンター席にずっと並んで座っていくような感じのスタイルでした座席のところにもメニューがありましたので多分追加注文とかしたい場合は もしかしたら、券売機でもう一回購入してすぐ持ってくるのか、現金対応でできるのか、ちょっとわかりませんけれども、もしかしたら追加注文もできるのかなと思いました。それでは座席の方に座ってみると、このように天ぷらを置いてくれるトレー、そして今回はビールを注文しましたので、まずビールですね。あとはイカの塩辛が出てきたのと、最初に点を置いてありました。 このイカの塩辛がですね、イカの食感、コリコリっとした食感がありましてで、味付けもそれほど強くなく、ちょうどいい味付けですごく美味しかったのが印象的です。ビールは大サイズを頼みまして、確か値段は700円だったかなと思います。そしてこの天ぷら平尾のビールなんですけれども、アサヒビールのようですね。そしてグラスもビールもしっかりと冷えていて、 美味しかったです。最初の天ぷらが出来上がるまでに少し時間がありますのでビールを飲んで待つこととしますでこのビールを飲む時にイカの塩辛がすごくぴったりで美味しくて気に入りましたこのイカの塩辛なんですけれどもおかわり自由ということでしたのでもし無くなりましたらまた言えば追加でもらえますので欲しい方は無くなった時に店員さんに言うとまだもらえます この時期にこの塩辛を使っているイカの種類なんですけれども松イカという種類のイカを使っているようですこの種類のイカはコリコリの食感がいいということだったので確かに食べてみるとイカのコリコリ食感がすごく良くて気に入りましたビールとよく合うのももちろんなんですけれども天ぷら出てきた時に ご飯も後で出てくるんですがご飯と一緒に食べてもよくあってすごく美味しかったです今回お店に来た時間なんですけれどもだいたい17時過ぎごろだったと思いますこのぐらいの時間でまずカウンター席は全部埋まっていて待ってる人が10名ほどでしょうかいたかなという感じですで、えー、ある程度カウンター空いたら 何名かまとめてスッと入るような感じで案内されていました多分待ち時間ですけれども15分程度待って入れたかなという感じだったかなと思いますこの日はもうだいぶ寒くなっていて外歩いていて寒かったのでこの待ち時間の間この店内暖かかったのでちょうどいい待ち時間になったかなという具合でした それでは天ぷらが到着しましまた。ご飯と味噌汁も到着ですえ。ご飯は結構しっかりしたボリューム感があってこのぐらいのボリュームで個人的にはちょうど良かったですまたはもう少しあってもイカの塩辛とかが美味しかったのでイカの塩辛とご飯食べるのにもう少しあってもいいかなと思いましたご飯のボリュームに関してですけれども券売機に乗っている中のご飯の量が中ってあったんですけれどもその中の 中の量で注文しています。一番最初に出てきた魚の白身ですけれどもこの時期はメヒカリが出てくるようでメヒカリの天ぷら出てきました魚の臭みもなくてふわっとした食感があり美味しかったですやはり揚げたてでそのまますぐ出してくれて食べるのもそのまますぐ食べれるというのがすごくいいポイントです 今回注文したメニューですけれども、味わい定食になりまして、940円だったと思います。えー、ここ、天神アクロス店と、えー、もう一店舗は940円みたいですけれども、他の店舗は、ホームページ見ると890円ぐらいのようですので、ちょっと値段が若干ですね、違いあるようですので、覚えておくといいかなと思います。 味わい定食のメニューですけれどもエビ、鶏もも白身イカ、野菜3品という風になっていますご飯の炊き具合ですけれどもふっくらとした感じの炊き具合でしたので固めのご飯が好きだなっていう方にとっては若干柔らかめかもしれませんけれども柔らかすぎるっていうほどでもないのでふっくら感があってよかったです 天つゆに関してはそれほど味が強く塩味が強くないのでたっぷりつけてご飯の上にちょんとのせて食べるとぴったりでこの味付けがすごく良かったなと思います衣の厚さもそれほど厚くなく薄い感じでカリッと揚がっていいですし油のしつこさもそれほどないという具合でこれが良かったです それではエエビビの天ぷらが来ましたエビは結構身がしっかりと詰まっていて衣を薄めでプリッと揚がっていてすごく良かったです水分が残っているしっとりとした揚げ方というよりもそれよりも少し火が通った感じの揚げ具合で食感がある程度残っているような感じの揚げ方でしたこれもご飯にもぴったりですし ビールと一緒に飲むのもぴったりなので美味しいです今回はこのセット注文してるんですけれども全部食べて結構お腹がいっぱいになったんですけれどももう少しまだ入るなという感じがありましたので単品で何品か注文してみてもいいのかなと思います、まあ、個人的にはこの日はまだ他にもラーメンとか もし余裕があれば食べたいなという感じがあったので追加注文とかはせずに、まあ、このセットで終わりにしてちょうどよかったかなという印象ですそれとこの日は本当は朝ごはんを食べてからどっか行く予定だったんですけどもほとんど時間がなくて食べることができなくてそれで途中で食べ歩きしながら少し甘いものとかせんべいとか お餅とかそういうのを食べてそれからこのお店に来たので結構お腹が空いた状態で来てるのでそうですねある程度食べちゃんと朝昼とか食べてるとこのぐらいの分量でも結構お腹いっぱいになるかなとは思いますあとは天ぷらの単品メニューだとレンコンだったりヒラタケその辺もすごくおいしそうでしたしあとはホタテとかハモ うーんとアナゴなんかもあったのでそういうのもビールとよく合いそうですのでそういったものも別の機会があればまた食べてみたいなと思ったメニューですここ天ぷら平尾のエビなんですけれどもエビには特にこだわりがあるようで社長自らインドネシアまで足を運んで特殊な養殖方法で育てたブラックタイガーを仕入れているようです 加熱すると甘みと弾力が増す天ぷらにぴったりのエビだということですで今動画の中では鶏ももが来ましたこの鶏ももなんですけれども薄めのカットになっていてジューシーで美味しかったですただ個人的にはもう少し厚みがあってがっつり食べるのに えー、ボリューム感があるとさらにいいなと思いました味は美味しかったですでエビの話にまた少し戻りますけれどもエビは一口目は何もつけずにそのままエビ本来の甘みとプリプリ食感を味わって食べるといいということでホームページの方に載ってましたのでそういった食べ方で楽しんでみるといいと思いますこ衣のサクサク感もしっかりと楽しんでみてください 天ぷらの出てくるペースですけれども今回来た時は少しあの空きがあるような感じだったのでビールだったりご飯と塩辛でつまみにして食べたりというふうにしていましたですので、えー、混雑状況にもよると思いますけれども少し待ち時間あったりすると思いますのでビールだったり飲み物一緒にあるといいんじゃないのかなと思いました それではかぼ,が来ましたかぼちゃもこのぐらいの薄切りのサイズでホクホク感と、えー、多少トロッとした感じと合わさったような具合で美味しかったです。もちろん衣はサクサクで甘みもありますのでかぼちゃすごく良かったですビールにぴったりだったなと思いましたかぼちゃの次にはなすが来ます このような雰囲気のナスピが来まして結構薄切りのナスだなという印象でしたやっぱりナスの天ぷらはたっぷりと天つゆつけてご飯と一緒にガッと食べるのが美味しいので最高ですで油がナス吸っていますのでそれもトロッとした食感になってすごくいいですねナスは結構薄いタイプだったのでもう少し食べたいなっていう感じがあったので この辺は単品でさらに注文しておくといいのかなとも思いますこの辺りまで食事進みますとだいぶビールも減りまして大サイズだったんですけども思ったより結構早いペースでなくなりましたですのでもう少し飲みたいなという感じはあったんですけれどもこの後福岡タワーとかへ行って歩いていく予定だったのであんまり飲みすぎると歩くのも ちょっとと大変にななるかなと思いましてこの辺はビール1杯で収めるという感じにしておきました天ぷらも塩辛も美味しかったのでこれに合わせてビールももう少し飲みたいなっていう気持ちはありますのでビール好きな方は最初に食券多めに買っておいてもいいのかなと思いますとにかくこのしっかりと冷えたビールは印象的だったのでここのビールは 冷え具合がいいなっていうのがあるのでがっつり冷えたビール飲みたい方にもおすすめですそれでは次にイカが到着するんですけれどもこのイカがですねすごく美味しかったです大きさも結構しっかりとありましたし厚みもですね結構ありましたで噛む時ももう一口目サクッと衣をするんですけれども中は すごく柔らかくくててエビの甘みと風味あってですねすねごく美味しかったですこれもご飯にもぴったりですしビールにもぴったりなイカでしたので最高でした今回食べた天ぷらの中ではやはりエビも美味しかったんですけどもこのイカが個人的には結構気に入りましたのでイカはまたですね食べたいなという印象が ありますイカの天ぷらが好きな方はぜひ追加注文でたっぷり食べるのもいいと思います天つゆはこんな感じで、あのー、たっぷりつけるのが個人的にはいいと思いますただ天つゆつけてしまうと味が天つゆの風味とかそういった感じになるっていうのもありますしたっぷりつけすぎると衣のサクサク感が 多少落ちてしまいますのでそういうの嫌な方はまあちょっとですねつけて食べるのもいいのではないでしょうかあとは一番最後に来たのがピーマンですピーマンも薄い衣でそして発色の緑の発色もよくで食感もシャキッとしたのが少し残ってましたのでちょうどいい揚げ具合で美味しくて良かったです このように今回は天ぷら平尾で食事をしましたやはり福岡で人気のある天ぷら屋さんということで少し食事時近かったので混み合ってはいましたがとても美味しい天ぷらが食べれましてしかも値段も1000円ぐらいとリーズナブルでこれだけのボリューム出てきますのですごく良かったですでビールもしっかりと冷えてたのがすごく気に入りましたので また福岡に来た時にはぜひこの天ぷら平尾で食べてみたいなと思いますちなみにちょっと前に長崎行った時の動画も少し上げてるんですけれどもその時長崎から戻る時に福岡空港を利用したんですけれども福岡空港へ車で行く場合なんですがその途中に天ぷら平尾ありまして空港からどれぐらいですかね車だと多分 5分10分もしないようなそれぐらいの5分10分ぐらいのところにあると思いましてそこでも天ぷら平尾をあるんですけれどもそちらが本店のようですのでもしですね、えー、車で旅行したりするという方はせっかくであれば本店の方行ってみるのもいいと思いますので福岡空港を利用する時には天ぷら平尾を本店、えー、Google マップなどで検索してみるとすぐ行けると思いますのでそちらも行ってみるといいのではないでしょうか。 それでは食事終わりましたら、この後ですね予定としては福岡タワーの方に行って、福岡タワーのイルミネーションがやっているということだったので、少し見て、あとタワーに登ると夜、暗くなる時間帯、そろそろという感じだったので、夜景も見えるなということで、タワーに登ってみようかなということで、この後ですね地下鉄を使って行くことにしています。 福岡タワーのイルミネーション周辺歩いた動画などはまた別の動画であげようかなと思っています最後になんですけれどもイカの塩辛すごく美味しいですよって何度も言っていると思うんですけれども店内にこういう風にですねコリコリ食感が美味しい松イカを使用していますということで書いてありました